北道育ち悪そうなやつは大体射程わっさー俺がめっちゃ世話になってる社長がそうね、社長の元若い人が刑務所から出てきて今何時間ですか出て2時間でご飯食べましたねはじめましてなんですけど、ぜひあの社長に可愛がってもらってるから出所祝いってことで、あの今日好きなだけ食べてるんで、いろいろなんかすごい食べたかったもんとかありますさっきシュークリーム食ったもんなあんまり食べたら重かったですかね重いっすねいや、もう好きなだけもう飲んでる。せい、これほんと打ちっぱなしだったはい目食べれない目何がいいいや、俺もビール飲みたいけど我慢しようさすが当たれるもんなやばいっすかやばいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。3年ぶりのビール。お味は。酔っ払うなよ。おお。うまいのか。やば。今回何回目ですか。5回目。今回どういう工場に勤めてた。今回内装とその後図書ですか。一回懲罰落ちてるから3年で図書まで懲罰落ちて図書内装で班長やってて親父方に疲れてたから落ちたけど周りの親父方がいいとこ行かしてやるで図書やっぱ作系は図形半端ないですか月型はどうですか月型もやっぱり親父方も仲良い悪い人いっぱいいますもんねいるよ昔あちらでた刑務官とかいたっすよ佐々木の親父って、うん、いじめすぎて本当ああ。それを受刑者かそうです、元気な人だったんですけど、みんなで触ったんです。街の中で隠れてさらう。そこでやっぱりさらうだもん。さらうぞ。コロナ禍の刑務所ってどんな感じなんですか今も、隔離中、ゾーニングになって、そこも工場が出ない。だから水上とか、うちらみたいな図書みたいな人間は動かさないと、飯も食えないし、本も入れないからってやるけど。運動会とかも全部ないですか運動会今回あったんです。去年はなかった運動会はいいもの食えるんだね運動会でも甘せて食えるんだね何個ぐらい出るんですかいや、コーラとチョコパイチョコパイおやきさんおっぱいじゃないおっぱいじゃない月型カラオケとかできるできる運動中に今なんか中から電話もできるんですよなできるそうです刑務所の中からサバに電話できるんですか偉いとそうだ、偉くない偉いってか、その、一流とかですかいや、普通にやってて二種になれば。なれるはずない。それ、自分らみたいな業界に。いや、俺なれる。マジですか結構なれるんです。二種なれる。いや、俺ずっとこれだったっす。正月も200人来てた。はい。保護室2回入った。盛岡は仕方ない。盛岡はもう、スコアも仕方ないっす。本当は作家だったんですけど、いろいろあって。盛岡とかされたんですまあ、どこどこっすかね。岩田、作家。作家、盛岡とか行ってないっす。年齢的なもんで、初犯の時に盛岡から26だった釧路2回だ24年前だもん最後出たとやっぱ月形のいじめとかひどいですか全然ないです全然多分な俺がいいとこにいるからかもしれないけどやっぱエリートだったらみんなうまくその工場にいたいからまして工場自体が少ない20人とか30人ぐらい何工場あるんですか何個ぐらい今回コロナになったから、コロナバーンって出ると、みんなポンって止まって、1ヶ月ぐらい。さっきは2ヶ月なんか、工場出ないらしい。へぇー。普通に入れないから。2ヶ月しか。死んで、シャツとかも洗えないから、自分で手で洗って。みんなストレス。親父方がみんな。ゲーム感はどんな感じなんですか月形。ちょっとうるさい。うるさいですね。北海道は結構物いいって言いますよね、北海道の。北海道の中で月形が一番ちょっと厳しい。社長どこに勤めてたの釧路。大体、月形は沼あります、北海道。ご飯は、あの、一発目食べてよし。あの、島の飯を。こんなの出るよな、刑務所で。刑務所って。ランド。これ食べたくないですかこういうの、刑務所ご飯みたいな。何でも食べたくない。何でも食べたい。冷た。普通のまで来てるんですけど、あったかいのまだ。好きだとご飯うまいって。まずいですかめっちゃいいって。マジですか札幌が安い。札幌がいいから、札幌ばっかりだから。入ったことありますかさっきの。ないない、これだから、釧路しかいいと思う。あ、やばいですよ。あ、でも、未決は昔でしたよ。めっちゃいいっすよ。あ、待って、入ってる俺、さっき。めっちゃいい。センター。センターの時最初。めっちゃいいっすよね。めっちゃいい。ラーメンにカツの買ってくるからか。そうそう、カレー、リンゴ、なんか。朝2品なのが、さっきは3品。
そうですね。お菓子の数も小学校が5人ぐらいなのが100キロというのが集まる。アセカーズめくったらやばい。おかげできな粉出てるんですよ。きな粉。食い方わかんなかった。いや、結構きなこ、きなこご飯うまい。うまい、きなこご飯うまい。きなこ、プリンご飯とか。プリン？プリンか。一段でするね。プリンパンが一番うまい。ああ、上級者になると、もう長くいたら、どんどんもう味覚が腐ってきて、甘さを求めるんですよ。ご飯にかけたりとか。なるほど。プリンご飯。あの、すごい大変なあれなんですけど。結構ここ P 入るんですけど。うまいかネニーさんって言うんですか。ネニーさんの前はあの自分の親父が出てくる自分の親父元気なやつが登場みたいな次あの出生みたいな射撃になってくる。来ました。一発目見たいです。すごい。あの失礼します。あの何年ぶりの大トロでしょうか。もう3年ぶりの大トロ。次はもう結構大変ですけど、あのもう戻んないように。そうですね。3年ぶりの3年ぶり。それでも迎えに来てくれる社長優しいですね。本当。もう3年ぶりの。2回目だった。2回。もう次はないよ。優しい。いないぞ。そうですね。してもう携帯電話用意してやって。携帯も用意してやってお前。うまいですか。やばい。やばいっすか。ちょっと涙出てきたから。じゃあ俺も食べます、ね。あどうぞどんどんいっぱい食べてください。まやっぱ出て一番最初にこれしたかったこととかなんですか。したかったことか。いや、これもピーだな。いやもうドンス。これはドンス。ドンでセックス。今スッキリしてきたんで。社長面倒見たんですか。全部それも優しいっす。でしょ。優しいっすね。ここに来るだけでも5万ぐらい使ってる。優しい。満点の女の子を用意してこの後出たら生活的にはこれ、2ヶ月箱立ちにいて、それからこっちに食べてください。なんか食べたいものとかありますか。いや、そんなに入らないと入らないですか。いっぱい飲んでくる。結構、もうすごい社長に自分持たれなくて。自分も本当、1年前までと、俺、刑務所で、そのままで、ブルーを。名前忘れちゃうんですよね、刑務所で行く人の。マジで忘れちゃうんだ。友達の名前も全員忘れました。食べてください、私も。やっぱ刑務所ばっかり入ってるから、つながるな。リアジュとかに出た。リュウタさんの。リュウタさん。ギャグ王って前ラジオで流れてた。いやー。ラジオ違う。リュウタ君の番組の方も出て。刑務所ってリュウタさん。カフェロドンでーす。はい。刑務所連でよ。はい。まだ1年ぐらいでよ。すごいぞ。ライブ出て、ギャラもらって稼いで。だから絶対、うまくいくと思うんで、頑張ってください。ありがとうございます。はい。CD も出してるんですよ。じゃあなんか一言ください。最後に。白いご飯はうまいです。輝いて。銀シャリです。頑張ってください。